2017FIFAU-20 ワールドカップは2017年5月20日から6月11日にかけて行われた21回目の FIFAU-20 ワールドカップである。2013年5月の FIFA 理事会で開催希望国の最終候補を絞り込み、同年12月ブラジルで行われた FIFA 理事会で韓国が開催国として承認された。 イングランドが初優勝を果たした。イングランドは同年10月にインドで行われた FIFAU-17 ワールドカップでも優勝したため U-20 と U-17 の2つのカテゴリーで FIFA 主催のワールドカップを優勝した国となった。各チームの登録人数は21人。年齢制限は誕生日が1997年1月1日以降の選手。 今大会は OFC の出場枠が1から2に増え、逆に UEFA の出場枠が6から5に減った。会場は以下の通りである。競技スケジュールは2015年11月23日に決定。各組2位まで及び3位の成績上位4チームが決勝トーナメント進出。スケジュールは以下の通り。いずれも試合の日時は現地時間による。 組み合わせは2017年3月15日に、水原で行われて、組み合わせが決まった。アルゼンチン V イングランド韓国、V ギニアイングランド V ギニア韓国、V アルゼンチンイングランド V 韓国、ギニア V アルゼンチンベネズエラ V ドイツバヌアツ V、メキシコベネズエラ V バヌアツメキシコ V ドイツメキシコ V、ベネズエラドイツ V バヌアツザンビア V ポルトガルイラン V、 コスタリカザンビア V ライコスタリカ V ポルトガルコスタリカ V ザンビアポルトガル V ラン南アフリカ共和国 V 日本イタリア V ウルグアイ南アフリカ共和国 V イタリアウルグアイ V 日本ウルグアイ V 南アフリカ共和国日本 V イタリアフランス V ホンジュラスベトナム V ニュージーランドフランス V ベトナムニュージーランド V ホンジュラスニュージーランド V フランスホンジュラス V ベトナムエクアドル V アメリカ 合衆国サウジアラビア V セネガルエクアドル V サウジアラビアセネガル V アメリカ合衆国セネガル V エクアドルアメリカ合衆国 V サウジアラビアベネズエラ V 日本韓国 V ポルトガルウルグアイ V サウジアラビアイングランド V コスタリカザンビア V ドイツメキシコ V セネガルフランス V イタリアアメリカ合衆国 V ニュージーランドベネズエラ V アメリカ合衆国ポルトガル V ウルグアイイタリア V ザンビア メキシコ V イングランドウルグ IV ベネズエライタリア V イングランドウルグ IV イ,イタリアベネズエラ V イングランド本大会で表彰された選手は以下の通りとなった。ありがとうございます。